今日は、支配人の古畑さんにちょっとお話を聞きたいと思います。古畑さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今今年ですね、去年に続いてコロナまだ収まってない状況ですけれど、どんな感じで今営業されています？そうですね、コロナの影響でお客様少ないことはないですけれども、それでもやっぱお越しいただいている方いらっしゃいますので、お客様のご対応で、通常の営業を行っています。まあ、せっかくね、こういった素晴らしい、ちょっと中見せていただきましたけれど、とても山のホテルのような感じのお部屋を用意されていますので、支配人の古畑さんの方からちょっとこの徳佐ロッジの魅力といいますか、アピールポイントをぜひちょっと見てる方によろしくお願いします。ありがとうございます。なんていうか、徳佐ロッジの立地ですね、この通り緑に囲まれて、ちょっと登山道から入ってますので、静かで朝は鳥の声が非常に、綺麗に聞こえて、夜はフクロウの声も聞こえたりします。結構癒しの空間になっていますね、結構リピーターさんなんかやっぱり、そうですね、最初やっぱり入り組んでるもんですから、知らない方多くて、一回立ち寄っていただくと、こんなところにこんないいところがあったんだって感じ、旅行しながら結構多いですね。登山客以外の方でも泊まりに来られる、そうですね、比較的前半ですね、シーズン前半は観光の方が多いですね、ここまで来て、特に春先お花、二輪草等綺麗ですので、二輪草目当てに来る方とかですね、これ大体8月、7月の中旬以降は登山のお客様が増えてきますけども、観光客の方もいらっしゃいますね。そうですね、今日も私たち歩いてくる時に、ショーキーラン、この時期ちょうど綺麗に、ピンク色のランが咲いて、結構見入ってしまったんですけれど、すごい綺麗ですね。とてもこの辺まではちょうどこの時期までお花が綺麗に咲き誇ってますので、お花見る、見に来る方が非常に多いですね。春は二輪草、そうですね、あと紅花一躍草、そうですね、ちょうど今綺麗に咲いて、猿もいましたけど今日見かけましたよね。そうですね、ぜひなかなかね、難しい時期ではありますけれど、たくさんの方にね、来ていただきたいところ、とっても素晴らしい土地ですのでね、夕食も、とっても楽しみなので、ぜひ多くの方に、来ていただければと思いますので、今日どうもありがとうございました。ゆっくりしてください。
じゃあここちょっとここだけ見てもらって。これだ。よいしょ。何何快適な何かがランプがあってネットが、うん、ここもネットですね。ああでこことで棚があってここにも棚があって。ああなるほど。これ上がるんですよ。すごい快適。荷物に個室だね。個室だね。でここは完全にパンパンに入れてもカーテンあるんでコロナの心配もないんで、最初ここの部屋もよいしょ少なかったんだけど、よいしょそれでカーテンを下ろせば、うん、そうですね、こんな感じになるんですね。